なんとですね、42人新たに、僕はその42人のうちの1人ですっていう連絡が来たんですね。確かにちょっと変だなと思いました。あ、思ったんですね。大学の方から出題ミスがあって、はい、得点上げた結果合格しましたよと。で、連絡来て合格になりましたって来た時はどう思いました？さあ、今回ね、緊急で動画撮ってるんですけども、まあ、この間ね、日大の出題ミスっていうのを挙げたんですけど、大問5つのうち3つ同じ問題だったっていうね。そしたらですね、今度はですね、ある高校の先生から連絡が届きましてね、立命館の問題に出題ミスがありますよっていう連絡だったんですよ。それをその先生が指摘したんですね。で、その指摘することによって、なんとですね、42人新たに合格した人が出たっていうね、そういう事件が、もうサブチャンネルの方に出てるんですけども、日本史の問題で1971年が、まあ、教科書とか見ればね、回答になるものなんですけど、立命館側は1974年にしてたということでね、まあ71年とか73年も正解になり得るってことで全員正解したわけですよ。そしたらその、まあ、2点だったんですが、その問題はその2点の中に42人いたんですね。だから42人の新たな合格者が出たっていう状況なんですよ。そしたらですね、今度はコメント欄に、いや僕はその42人のうちの1人ですっていう連絡が来たんですね。今度は僕はツイッターで、あ、このコメントくださった方はですね、ぜひちょっと話聞きたいんで取材させてくださいっていうのを書いたんですよね。そしたら来ました。こんにちは。あ、こんにちは。なんて呼んだらいいですか？ K K、 はい、K、 じゃあ終わりました、はい、K、研究で、はい、今回は大変でしたね。あ、そうですね。立命館、これ第一志望でしたか？ちなみに第一志望でした。あ、第一志望だったんですね。で、何学部志望だったんですか？法律です。あ、法、法学部です。はい、法学部志望で、ちなみにもう他のとこは受かってたりしたんですか？他は、まあ、滑り止めとかは受かってました、はい、で、滑り止めにお金もう払っちゃってたとかにはなってないんですか？あ、そういうのは大丈夫でした、ね、間に合ったということで、それは良かった、はい、まあ、対応も早かったですしね。結構早かったですね、はい、受験した時はどうでした？やってる時にあの問題記憶にありました？日本史の時に問題が、はい、確かにちょっと変だなと思いました、はい、あ、思ったんですね。なんかそのネットの掲示板とかでも、はい、この問題はどうなんだみたいな。おー、そうだったんですね。は他の人も多分思ってたと思います。え、なんて書いたんですか、そこ。ちなみに僕はちょっと分からなくて、はい、間違ってこう回答書きました、はい、全然違う年代書いてたってことちょっと分からなかったんですけど、はい、浮かんだりしました？あ、これかな、あれかなとかは浮かびました？あ、まあ、はい、あのこと言ってんじゃないかなとかは浮かんだってことですね。そうです。え、どれが浮かびましたの？台湾のやつが浮かびました？何が浮かびました？台湾の今回の問題訂正のところです、はい、が浮かんだってことですね。他の教科とかはどうでしたか？他の教科はちょっと英語結構取らないといけないんですけど、はい、あんまちょっと自信なくて、はい、で、自己採点とかも知ったんですけど、はい、ちょっと厳しいなって思ってて、他の日程がもうさっき合格してたんで、はいはい、で、まあ後から2日目が合格してましたっていう通知が来たので、はいはい、あんまりまあショックは受けなかったんですけど、はいはい、こういうのはあるんかなって、はいはい、え、最初不合格ですってなった時も、あ、もう合格のが出てたってことですね。別の日程はちょっと受かってたんで、はい、あ、じゃあそれだったら、はい、まあ良かったですね。まあ良かったです。で、まあじゃあどちらにしろ立命館に行くことになってたってことですね。はい、それは進学はそうです。連絡来て合格になりましたって来た時はどう思いました？そうですね、まあとりあえずまあ良かったって思いました、はい、まあ、やっぱ受かってるに越したことはないので、はい。その2つ目、日程同じ学部なんですか？あ、僕は全部同じですね。あ、全部工学部を受けて。あ、なるほど、はい、どうでした、その42人のうちの1人ですって分かった時は。なんかネットの記事とかで、はい、2222人が日本史選択みたいな感じで、はい、結果語学に繰り上げたのが多分42人なんで、まあ、まさか自分だみたいな思いました。ネット記事見て、で、僕はあのサブチャンはどうやって見たんですか、あれ僕もともと森鉄チャンネル、はい、まあ、見てて、はい、で、たまたま多分サムネ見て、はい、あ、一応コメントしようかなって。あ、なるほど、立命館来たってそんなことめったにないんで、はい、
そうですね、まあめったにないですね、本当に。まあそうですよね。いやまあこういう受験って激戦だっていうのは知ってどうですか、42ボーダーラインだったっていう。まあ、1点とか2点で、はい、まあ、僕はまあ他の日程まあ受かってたからまあ良かったんですけど、はい、まあ、それでもしダメやったら結構しんどいというか、あ、そうですね、そんな1点2点でまあ決まっちゃうっていうのはやっぱ厳しいなって。そうですね、立命館以外でも行くっていう可能性はあったんですか、別の大学。僕はもともと滑り止めは受けてたんですけど、はい、まあ、第一志望だったんで立命館大学、まあ、しかなかったっていうか、うん、立命ダメだったら浪人してたとかあるってことですか。あ、それはまあ親がちょっとまあ、はい、ダメって言われたんで、まあ、滑り止めでしたね。なるほど。ってこと2月1日日程で受かってたってことですか。2月1日とあと2月3日、はいはい、4日と、はい、あと転学学部個別でも。じゃあもう受かった。じゃあ別にここの1個だけじゃなくてなぜか1つだけダメだったってことですか。そう、あ、1日目もちょっとダメだったんですけど、はい、あ、なるほどなるほど。ただまあ立命館はまあ受けまくったということなんですね。そう、受けれるのはまあ京都平洋以外はまあ受けました、はい。なるほど、そう、そうですね、関西の大学それできるとこ多いですからね。はい、そうなんです、関西の大学ですね、そうやって受けると実は良かったりするっていうね。なんか同じ学部ローラー作戦できますからね、早稲田とかとは違うん で、この手紙はこれ公表しちゃってもいいんですか、この手紙って。ちなみに送ったやつですか。そうです、そうです。ちょっとやめた方がいい。あ、そうなんですか。あ、わかんないですけど、ちょっと怖いっていうか、なんか大学から特定とかされるか、なんか怖いです。ああ、なるほどね、はいはい、あげないで、こういう感じのが来てます、はい、お願いします。なるほど、こういうのが2月19日に届いたと。あ、まあでも電話も来たんですよね、だって。あ、電話は、はい、そうですね、来ました。家に来て大学の方から出題ミスがあって、はい、得点上げた結果合格しましたよと。え、それ聞いてなんて答えたんですか。あ、そうなんですね、確か。まあまあまあ、そうですよね、そうなりました。大学の方はなんか謝る感じだったんですか、やっぱ。そんな感じでした、まあ、ご迷惑をおかけしましたとか。そこで怒った人とかもいるんですかね、42人の中には。 いるんですかね、まあ、喜んだりとかいろいろあったのかもしれないですけど。まあ、いろいろありますからね。なるほど、そんな感じだったわけですね。なんかね、視聴者に伝えたいこととかって言ってもなんかあります？何があるか、はい、受験って、はい、最後までミラクルとか、はい、まあ、起こるのも多分あるんで、はい、もしとかも正直言って僕ずっといい判定だったんですけど、はい、なるほどなるほど。それやけど、まあ、結果的に結構いい結果もらったんで、はい、最後まで諦めないっていうのは本当に言えることだと思います、うん。おー、ありがたいことですね。いや、良かったと思います、これで。すいません。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これが、まあ、動画になって、多分まあ、金曜なんで、まあ、土曜に出せると思いますんで、明日には出せると思うので。はい。じゃあ、楽しみに待っておいてください。はい、お疲れ様です、はい。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、という感じでですね、後から追加合格になった42人のうちのお一人に連絡が取れた。という形になりますね。いやー、どうだったですか。最後まで受験、本当何が起こるかわからないっていうのをね、分かったと思いますね。でも良かったですね。他の学部受かってたから、何の驚きもなく行けたっていう感じだと思いますよね。その、本当にね、そこしか受かってなくて、もう滑り止めのところにさらにもうお金払っちゃってたとかだったらね、大変なことになってたと思いますね。いや、出題ミスっていうのはなかなか大変ですね。まあ、ここもね、まだまだ来るとは思うんですけど、情報がね。はい。皆様どう思われました？はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.